次は後ろ。相手の動きを読めるのは便利かもしれないけど、あんたの動きも単調になるんだよ。能力に頼りすぎてる。驚きましたね。一応ボスを除けば世界一の自負があるのですが。世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。あんたも凡人なんだな。どうやら僕でも倒せそうだ。やっぱり気がされた瞬間だ。ナイスだ弟くん。ご発明消滅飛行弾。集中しろ。集中、集中すれば全てわかる。この場にいる全員が超能力者、それ以外は一切遮断。集中、集中。マインズアイ。もうどんな手立ても私には通じません。ダメージや本人でさえ知らないだろう弱点、そのほとんど霞んだ目も全てが手に取るようにわかります。後悔してももう遅いですよ。どうした？何かが、強大なエネルギーを持つ何かが近づいてきている。それはきっと僕の知人だな。やっと起きたんだね、影山くん。面白い。果たしてどちらの能力が上か勝負です。正面から迎え撃ってあげましょう。正当防衛だ。厳密に正当防衛と言えるかわからない際に、とりあえず正当防衛と叫んでおく霊言の必殺技である。バカな、全く感知できなかった。何者だ？霊言さん。みんな起きろ、大先生が来てくれたぞ。大先生、まさか虫の境地まで気配を消せるエスパーが存在するのか。どうする、引くべきか。師匠、その人かなり強いですよ。危険だから離れてください。もうさっきの少年に得体の知れないエスパー、一体どれだけ大きな組織でもあるというのか。何よりこの少年、桁違いだ。やっぱりやめだ、割に合わない、降参します。お、えらくあっさりしてるな。世界征服の意気込みはどこ行った？本気なのはボスだけですよ。私は楽しければ何だっていいんです。楽しければいいだって？ん？それで多くの人に迷惑をかけたのか。ふざけるな。逃げやがった。